ありがとうございます。すいません。以上ガス、ありがとうございます。高橋さん、ケンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。1108、最近はぶっ飛ばせ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ。今日はですね、その一連のことで、まあ、証拠を出してきた、俺ね、に関して応戦する佐々木みたいな感じでね。まあ、だいぶ言っちゃってんな、あの二人も。なんかね、ちょっと悲しいですね。でそのリジュンのことについても、リジュンもなんかその射程、全員射程たちを引き上げて、佐々木の方からで、その親父の遠藤の方もなんかちょっと引いちゃってますもんね。最近配信してこないというところで、あ、は、実はありがとうございます、ありがとうございます、ね、そういうところがやっぱりね、今サチボはテレパシーで小山がやったらなんかみんながヤクザできないみたいな感じで、なんかテレパシーですごい飛ばしてたけど、それでもちょっとやっぱだけどね、俺はね、そのサチバンはちょっとバカだからしょうがないけど、俺が言った方が絶対みんながうまくいくよね。ヤクザの人たちが絶対今より収入も増えるし、間違いないよ。世界的にもっと海外にも出れるし、絶対ね、絶対俺がやった方がいいよ。総理大臣ね、または総理大臣より権力がある人みたいな。で、もう絶対今総理大臣やんないと権力は持てないからね、今この時代。もう間違いなく、もうそういうなんか時代背景がもう見えちゃってるから、本当にね、俺が絶対やった方がいい。俺がそんなここまで筋も通してものも言ってるし、言ってるわけなので、そういうわけにはいかないでしょ。じゃあ小泉又次郎はどうだったのっていうことじゃないですか。小泉又次郎が大臣まで上がって、じゃあどうなったのね、ヤクザ業界はどうなったんですかね。絶対良くなったでしょ。だって小泉純一郎、孫の小泉純一郎は総理大臣になったんだよね。で、そのまたその息子のひ孫のね、小泉進次郎は今環境大臣だよ。環境大臣なんでなったの？福島ね、3.11 とか、今あと各地の天災ね、それも天災ビジネスになったわけじゃないですか。地震とかね、台風とか、まあ、その洪水みたいな感じで災害対策で特別費を支出できるっていうところで、もうそうなっちゃったわけじゃないですかね。じゃ今結構ガチガチで、フリーメイソンが赤字国債をちょっと抑えろね、で国民の所得を上げるなっていうところになってるから、じゃあもう災害しかないでしょみたいな。で、災害なんで人が死ぬでしょみたいなね、その上で直すみたいなね、そういうところに政治家たちがね、なっちゃった。で、政治家たちも一部の人間しかね、お金が取れない。だけど全国各地、北海道から沖縄まで災害を起こすことで、そのね、都道府県、またその自治体が儲かるわけじゃないですか。で、その県からみんな議員も出てるわけだから、まんべんなくこうね、みんながその災害費で儲かるんですよ。え、誰、ね、つまんなくなんだよお前、どういうこと、誰、ね、これ俺に言ってんのこれ、黒卵。はあ、何がつまんなくなるんだよ。黒卵誰に言ってんの ?1500 くらいありそう。どういうこと ?1500、え、黒卵さんどういうこと、違います。ね、何が違います、俺に言ってんじゃなくて。はあ、ちょっとブルった今。またアカウント変えないとみたいな。ちょっとブルッとしちゃってなくて、黒玉子くん何言ってんの本当に。ああ、違うってよ